それでわしにガジュマとの話し合いの場を持てと？はい。ガジュマを町から追い出してあんな貧しい暮らしを強いるなんて間違っていませんか？本来ガジュマもヒューマもお互いがお互いを認め合って仲良く暮らしてきたはずでしょ？話をしてもらえませんか？彼らの訴えを聞いてください。断る。どうしてお前にそんなことを指示されなければならないのだ？指示だなんて。ただ私は胸が痛いんです。誰もが仲良く暮らすべきなのにこんな状況で。これがこの町のやり方だ。でもその町のやり方っていうのが間違ってるって思うんです。大方スラムのガジュマに女王に祭り上げられてその気になってるんじゃないのか？何をそそのかされたかは知らんが、いい気になるなよ、偽物めが。そうじゃないんです。ただうるさい。誰かこいつを空いている部屋に閉じ込めておけ。少し頭を冷やせば落ち着くだろう。せめて彼らの話を聞いてください。お願いです。いいから来い。どこへ行くんだ、クレア。あなたこそ休まなくていいの？なんだか落ち着かない気分なんだ。私もなの。そうか。散歩でもしないか？でも一人で歩くのは物騒だ。それに急がないと君は大切なものを失うことになる。行こう。どこに行くの？いや、少し歩こう。クレア、慣れない旅で疲れただろう。バイラスや洞窟なんかも怖くないか？いえ。クレアは強いな。いえ、私。ん？クレア、以前ほど喋らなくなったな。私、おしゃべりだった？いや、おしゃべりだったというわけじゃない。ただ以前より無口になったような気がするんだ。そうかしら。気のせいじゃない？ん？暑いな。どこかに涼しいところはないのか？川べりなんかどうかしら。クレア、お前にとって大切なものってなんだ？私の、それは、家族だとか、好きな人だとか。家族、好きな人、か。大切なものを失うと聞いたとき、ふと、ミルハウスとのことを思い出した。枯れ木屋城でアガーテが消えたとき、あいつは泣いていた。女王がいなくなれば、市民は悲しむものでしょ？俺にはそういうのはわからない。だが、あいつのそれは、もっと違うものに思えた。違うもの？つまり、お前の言う家族とか、好きな人とかを失った。まさか、そんなわけないわ。どうしてそう思うんだ？だって彼はあなたとは違いすぎるって。だからそのいえ、女王様はガジュマの姿のままではダメなんだって。それで、種族が違うから好きになれないってことか。あいつがそんなことを。もし仮にあなたが大切な人に
同じことを言われたらどうする？どうすると言われても俺は受け入れてもらった。こんな違う自分でも、おじさんやおばさん、それに。どうしたの？いや、あなたは幸せなのね。クレア。いえ、なんでもないの。ごめんなさい。二人ともこんなところにいたのか、心配したぞ。友人。あまり安全とは言えない街だ。不用意に出歩くのは感心できんな。すまない。何があったんだ？行ってみよう。スージーの屋敷の方が騒がしいな。ああ、何かあったのかもしれない。行ってみよう。スカラベの屋敷で何かあったようだな。見に行こう。出てこい、スカラベ。女王様を返せ。女王様は俺たちの話を親身に聞いてくださった。それを捕らえるような真似は許さんぞ。女王、どういうことだ？わからん。一体何が起きているんだ？スカラベが出てきたぞ。スカラベ、女王様をどこへやった？騒ぐな。女王様はお疲れだ。今はお休みになっている。話は女王様より伺った。明日町中央のミール広場でガジュマとの協議の場を持ちたいと思う。本当か？本当だとも。だから今日はお引き取り願おう。友人、どういうことだ？女王はあの爆発で死んだんじゃないのか？いや、ただ消息不明とされている。だがクレアさんが生きていたことを考えれば、あるいは陛下も。さっきの話からすると陛下はこの屋敷にいらっしゃる。会いに行くか？いや、お休みの時間を邪魔するわけにはいくまい。明日ヒューマとガジュマの話し合いに陛下も立ち会われるなら、その時に陛下のご無事を確かめることができるだろう。とりあえず宿屋に戻って休むとしよう。クレア。あ、ごめんなさい。行きましょう。話し合いは明日だ。今日は宿屋に戻って休んだ方がいい。宿屋に戻ろう。俺たちが帰らないとまた誰かが迎えに出てくるかもしれんぞ。そろそろその競技とやらの時間だぜ。行くのか？ああ、陛下のことが気になる。行こう。話し合いが行われるのは宿屋の前の広場だ。宿屋の前で話し合いが開かれるんだね。女王様は本当に出てくるのかな？人がいっぱいだね。こんな大勢で交渉ができるのかしら。まるで見せ物でも始まるような感じね。なんとなく嫌な雰囲気だぜ。ヒューマの同志たちよ、高潔で誇り高き同族の友よ、立ち上がる時が来た。待て！どういうことだ、スカラベ！
黙って聞け。友人、これは。わしは以前から疑問に思っていた。なぜ知的に我々よりも劣るガジュマが大いにつき、この国を支配しているのか。ヒューマこそ優れた種族であり、ガジュマの上に立つべきではないのかと。しかし、それを口にすれば冷たい視線を浴び、種族主義者だと悪者扱いされる。この国では絶対のタブーだった。だが今こそ我らヒューマがこの国の覇権を握る時だ。忌まわしきガジュマは我々の前にひれ伏すがよい。こんな横暴許さんぞ。我々ガジュマはお前らの不当な扱いにおとなしく待ち続けるつもりはない。そうだ、女王様はどうした。女王様を出せ。お前たちの女王様はヒューマの娘の誘拐を企み、我が娘も被害者となった。女王は自らがすべき政務を怠り、国を混乱に陥れたのだ。ヒューマをさらい、女王はこの国の取る共存の道を否定した。となれば我らヒューマがガジュマに虐げられるであろうことは想像に難くない。我らは我らの手によって新たな道を切り開いていかなければならんのだ。ここにヒューマによるヒューマのための新しい時代の幕開けを宣言しようぞ。ふざけるな、女王様を出せ。お願いです、話を。彼らと話をしてあげてください。うるさい、このガジュマめが。女王などと大嘘をつきうって、ガジュマたちに動揺を与えたお前には人柱になってもらう。だがその前に少しだけ時間をやろう。謝罪でも命乞いでもするがいい。その方が盛り上がるしな。皆さん聞いてください。私たちヒューマとガジュマは隣人として、良き友として共存の道を歩んできました。それが今争いを始めようとしています。種族の違い、ただそれだけの理由で。そんな単純なことじゃない。正しい形になろうとしてるんだ。女王様は俺たちの味方じゃないのか。種族って何ですか。私たちは姿は違っていても、楽しい時は笑い、悲しい時には涙を流します。それはなぜでしょう。私たちの心は同じだからです。ねえ、あれは本当に女王様なの。私は思うんです。体なんて人の心を入れるためのただの入れ物でしかない。もし種族というものがあるのなら、私たちはガジュマでもヒューマでもなく、大地に生きる人という一つの種族なんだって。思い出してください。私たちには共に笑い、泣き、悲しみ、喜べる時間があったはずです。親切にしてもらったこととか、一緒に美味しいものを食べたりとか。私の知ってる村では、おばさんがパイを焼くたびにみんなが集まって、ヒューマもガジュマもなく、みんなが美味しい美味しいって食べるんです。騙されるな。あいつは命が欲しいから俺たちを丸め込もうとしてるんだ。死ぬのが怖くて言っているんじゃありません。大好きな人たちと憎み合って生きるのは、死ぬのと同じくらい辛いことだって思うから。陛下、あれはアガーテじゃない。どうか
私の最後のお願いを聞いてください。皆さんがパイを、ピーチパイを食べることがあったら、一度だけ目を閉じて考えてください。あなたが美味しいと感じる心に種族はありますか？本当にアガーテ様なのですか？人の心が入れ替わるなどということがあり得るのですか？月のフォルス、王家に伝わるそのフォルスを使えば可能なのです。月のフォルス、それがあれば他人の体を手に入れられるという。なぜそのようなことを？なぜ今まで黙っておられたのですか？ごめんなさい、騙すつもりはありませんでした。でも言えなかったのです。陛下、おやめください。私が悪いのです。陛下がカレギア城に戻っていらっしゃった時、私が気づいて差し上げれば。ミルハウスと？そういう問題かよ。それでクレアさんが、本物のクレアさんがどんな目にあったか。陛下はご自分の体が生きているということをご存知だったのですか？ラジルダで気づいて、極限で捕まった時には隣の部屋に。なんだって？じゃあ、あんたはクレアさんが連れて行かれたのを知ってて黙ってたっていうのかよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。皆さん、それ以上女王様を責めないでください。だけど、見た目が変わったら周囲の反応も変わるものです。本当のことを言いたくても言えないことだってあります。私にはアガーテ様の辛い気持ちがわかります。とにかく今すぐクレアに体を返してやってほしい。今の俺の願いはそれだけだ。私はごめんなさい、本当にごめんなさい。陛下。なんだなんだ、一体どうしたって言うんだ？とにかく俺たちも追うんだ。アガーテは町の出口の方に行った。早く捕まえてクレアさんの体を取り戻さねえとな。早くアガーテを追わないと、クレアの体が。陛下は？見失ってしまった。クレアをずっとこのままの姿にしてはおけない。早く探し出して。わかっている。陛下は私が探し出す。そして元の体に必ず。ミルハウスと。俺たちもアガーテを追う。はい、もちろんだ。ちょっと待って。
君たちにそんなゆとりはないよ。君たちは何よりも早く浄化を済ませたかったんじゃないのかい？早く僕のところにおいで、世界を浄化する力を手に入れるために。クレア様はどうするんだ？大事なのは心でしょ？ベグ、君の大切なものは失われずに済んだんだ。それは。僕はバビログラードにいる。近いうちに会えるのを楽しみにしているよ。突然、びっくりした。それで、どうする？クレア。私なら平気よ。この体にも慣れたし、皆さんが一緒なら安心だわ。それに、私は私だから。クレア、本当にいいのか？ええ、行きましょう、バビログラードへ。改めて、皆さん、よろしくね。ああ、もちろん。三話なしで行くぜ。よろしくな、クレア。こんなことを言うべきではないのかもしれないが、アガーテ様の体に入ったのが君でよかった。元に戻るまで必ず君を守る。命に代えても。出発しよう。うん、バビログラードでシャオルーンが待ってるよ。目的地はバビログラードよね。ああ、行くぞ。スージーのお父さん、大変なことになっちゃったね。親父さんを軍に拘束されちゃって、スージーも気の毒だよな。中身がクレアさんだったとはいえ、陛下を処刑しようとしたわけだからな。確かに、あのおっさんの考え方には悪いところもたくさんある。でもよ、元はといえばアガーテが悪いんだろ。なんかよ、なんか納得いかねえよ。アガーテはなぜ逃げたんだ？みんなに責められていたたまれなくなったからだよ、きっと。それにクレアさんの体を返したくなかったから。本当にそうなのか？どういう意味だ？いや、他にも何か理由があるような気がするんだ。こうしてクレアさんと一緒に旅するのって初めてですね。ええ、よろしくね、兄。よろしくお願いします。なんだか可愛い妹ができたみたい。兄はヒルダの妹だからダメだよ。僕が弟じゃダメ？え？ねえクレア、ガジュマの体ってどんな感じなの？とっても身軽な感じかな。それにとても快適。快適？どういうこと？毛皮のせいか、暑い時も寒い時もいつもちょうどいい感じになるの。でも匂いとか味とか感触とか、そういうのはヒューマと同じみたい。すごいね、クレアさん。大勢の前であんなことをスラスラ話せてさ。うん、思ったことを夢中で話してただけ。すごくなってないわ。いや、すごいよ。僕にはできそうにないもん。そうね、あんたは余計なことばっかり喋ってるものね。ヒルダなんて僕に意地悪なことばっかり言ってさ。なんだ、大地に生きる人か、いい言葉だよね。ああ、そうだな。みんな人なんだよね。ヒューマもガジュマもなく人なんだ。いきなりどうしたんだ、アマオ？ううん、ちょっとクレアさんの言葉に感動しただけ。そうか、今までクレアはアガーテだったから、サレにさらわれて以来お前とはずっと。そうね、久しぶりね。どうしたの？いや、久しぶりという感じがしなくてな。私の姿をした女王様とはずっと一緒だったものね。でも
私はとても久しぶり。クレアさん、処刑台に上がった時怖くなかったんですか？少しだけね。でもどうしてかな、ウェイグが助けに来てくれるような気がして。愛だ、愛の力だ、これこそ真の愛ってやつだ。そうかもしれませんね。ティトレイさん、向こうでベイグさんが怖い顔して睨んでますよ。バビログラードでシャオルーンが待ってるよ。そういえばハックさんやラジルダのイゴルさんとも知り合いなの？ハックやイゴルを知っているのか。あの二人には随分世話になったが。だって海岸に打ち上げられていた私を助けてくれたのはイゴルさんだもの。そうなのか。なんだ？ベイグ、随分変わったわね。そうか。前よりも心が外に向いてるって感じがする。すごくいい感じよ。ねえ、もしさ、女王様のフォルスを使ってザピーと僕の心が入れ替わったら。なんだよそれ、そんなことあるわけねえじゃん。だからもしも、もしもだよ。そうなったら僕ってザピーなのかな、僕なのかな。お前難しいこと言うね。よくわかんねえけど、ザピーになってもマオはマオじゃないのか。言葉は通じないだろうけどさ。そんなもんなのかな。一気に行くぞ。ハッタン、街は比較的思念の影響を受けていない感じがする。あの静電の影響だろうか。静電の？意味なく静電と呼ばれているわけではないだろう。何らかの思念を弱める要素があるような気がするんだが。それでも思念の影響を受けてる人はいるよ。それほどにこの思念というのは強力なものなのか。しましたよね。ちょうどよかった、お聞きしたいことが。昔東大陸の北方にハーフが暮らす町があったと聞きました。皆さん、旅の途中で何かお聞きになったことはありませんか？なぜそんなことを知りたいんだ？戒律に種族の対立、この町に僕たちの居場所はもうありません。そこなら私たちのような二人でも居場所を見つけられると。冗談じゃない。ガジュマとヒューマが愛し合うなんて私は認めない。絶対に許さない。ヒルダさん、行くわよ。
シャオルーンはバビログラードで待っていると言っていたが、聖獣にゆかりのありそうな場所を当たってみよう。ねえフェイグ、さっきの二人を見てヒルダさんはどうしてあんなに怒ったの？それはヒルダがハーフだからだ。え、ヒルダさんがハーフ？ああ、まさかハーフが本当にいるなんて。どこにいるのかな、シャオルーン。バビログラードで待ってるって言ってたけど。待っていたよ、ベイグ、みんな。俺は何をすればいい？僕は面倒なのは苦手なんだ。率直に言おう。ベイグ、これから僕は君に3つの試練を与える。その試練を乗り越えられたら僕は君に力をあげるよ。3つの試練？それは君にとってはとても辛いものだと思う。それでも君は試練に挑むかい？当然だ。俺はそのために来た。君の覚悟しかと受け取った。試練を始めよう。一つ目の試練は僕のところへ来ること。それだけか？僕のところに着いた時同じことが言えるかな。百聞は一見にしかず。さあおいで。シャオル、必ずお前のところに行く。必ず。ちょっとここよ。オッケー。ゴーハソー。投げ払え、フレアショット。ゲー。決勝層ヒートエッジ。投げ払え、フレアショット。ノーレッパー釘裂け、ウィンドエッジ。決勝層衝撃がアークセイド。衝撃がさせるか。切り裂け、ウィンドエッジ。衝撃が何？切り裂け、ウィンドエッジ。衝撃がショーさせるか。切り裂け、ウィンドエッジ。せっかく、せっかく、オリンショート。切り裂け、アークセイド。衝撃が、えってえって。そうか、さあ、衝撃が、ウィンドエッジ。トウトウ、ゴーレッパ。させるか、スタート。衝撃が。よし、次だ。ベイグ、見て。これは？川辺で見つけた綺麗な石に飾りをつけてみたの。ちょっと早いけど、誕生日のプレゼント。ありがとう、クレア。クレア？ベイグ、見て。川辺で見つけた綺麗な石に飾りをつけてみたの。ちょっと早いけど、誕生日のプレゼント。どうしたの、ベイグ？もしかして気に入らなかった？ごめんなさい。いや、そんなことはない。ありがとう、クレア。クレア？私はアガーテよ。アガーテ？クレアじゃないのか？嫌だわ。ベイグが冗談を言ってる。明日は雨が降るかもしれないわよ。ねえ、ザピ。キキーン！どういうことだ？お前はクレアじゃないのか？だからアガーテだってば。本当におかしなベイグ。ベイグ？どうしたの？
クレア。ベイグさん、始まったんですね。ああ、そうらしい。大丈夫か、ベイグル。ああ、先を急ごう。気を引き締めていくぞ。まあまあだね。さっさと蹴りつけるぜ。心が入れ替わるなどということがあり得るのですか。月のフォルス、王家に伝わるそのフォルスを使えば可能なのです。なぜそのようなことを。そうだ、なぜそんなことをしたんだ。なぜクレアがこんなことに。彼はミルハウスとは、あなたとは違いすぎる。ガジュマの姿のままではダメなんだって。それで。うん。
種族が違うから好きになれないってことか。あいつがそんなことを。もし仮にあなたが大切な人に同じことを言われたらどうする？ヒューマだとかガジマだとか、そんなに大事なことなのか？ええ、大事だと思うわ。ヒューマに愛されるためにはヒューマの体が必要なのよ。クレア、変わったな。どうしてそんなこと言うの？私は私、クレアよ。お前は俺の知っているクレアじゃない。じゃあ私は誰なの？誰だというの？アガーテ、お前はアガーテだ。やめて。私はクレアよ。この目も鼻も唇もこの声も全部私のものじゃないの？私はクレアよ。私はクレアよ。クレアよ。違う、お前はクレアじゃない。あ、いや、すまない、違うんだ。今のはお前のことじゃなくて。ベイ君。行けるか？行けないように見えるか？質問に質問に質問で返すのは感心せんな。あー、決まった。一度やってみたかったんだよな。バカやってる場合じゃないでしょ。わかってるさ。でもな、こんな時こそ明るくいかねえと。そんなネクラな顔じゃ試練に負けちまうぜ。ティトレイ、おしゃべりで調子のいい男もたまには役に立つだろ。違う、認めない。